生まれ。ちょっと音うるさい説ある。ベセスタなんだよな。次の人。名前はチャイさん。そうです。職業はロックスター。ん、未来のロックスター。すごいな、なんかアニメが CG の。もういい？アニメじゃないけどアニメっぽい、この、はい、あそ、アニメ塗りみたいな感じだよ、ね、プロジェクトよ。バンダレーキャンパスへようこそ。よし、レトロフューチャー感。多いね。皆さん、ようこそアームストロングプロジェクトへ。テクノロジーと人体の完璧な融合、共にいい人生を築きましょう。ラスボスっぽいな。俺にはわかるぜ。バンダレイテクノロジーの CEO、ケール・バンダレイです。この人も悪いやつだな。今日は歴史的な日、素晴らしい皆さんがより素晴らしくなる日なのです。我々のロボットパーツでバンダレイは常に人助けをしてきました。今回の参加者である皆さんは、人間がどんなに特別になれるかを証明する存在です。ネンドロイドにもなってたやつか。さあ行って、より良い人生を手に入れてください。そういうことね。彼の連れなんだ。スペシャルパス。名前に呼ばれたみたい。でロボットにする。最高の人材を揃えるはずだろう。生産部に言われたのよ、実験台が必要だって。で、マーケルが手配した。レッカ様のせいにすんじゃないや。目立ちたがり屋の開発部長残像に。必要なのはインフルエンサーだ。なのにあいつらは負け犬だ。大丈夫？本当だな。失敗は許さん。不良品は出すな。なんだこのガラクタ。すごいな、ゲーム画面となんか手がロボットになってる。ガチで
どういうこと、うん、エラー発生。チェックポイントへお進みください。入社チェックポイントってどこ。なんで、まあ、いっか、ロボット2社の腕。おすごい。あ、あ、リズム取ってる。パンツいいね。お、二段ジャンプ。ドゥーム丸。お前さ、オラがいい感じに積み上げた荷物を見に来たってか。それとも出口を探してるのか。から出てきたのか。いいね、ギターの音。じゃらん。ダッシュはなし。何もできん。ジャンプしかできん。おお。あ、教えてくれてんだ。なんてこと。掃除めちゃくちゃされた。光る。あなたのジャンプとにかくすごい。マジで今の手術きつかった。これ無理か。あ、この音なんだ。なんすかね。ライフ回復。たまんねえ。いいね、なんか。全部がなんか音になってんだな。なんだ。言ったでしょ、一度に10箱しか運べないって。見なさいよこれ。これは終わったわね。あ、リーダージャンプ教えるんだね。このダセー服とおさらばだな。いや、ここすごいな、マジ。ダスト75廃棄物の磁力選別機能。待って、廃棄物の磁力選別。異物混入の警告。不良品だな。連れて行け。あ、お、お、それ武器。あ、違うと思う。ガチ抵抗するぞ。待って、何。ギターになる。いや、音が気持ちいい。ライトアタック、ヘビーアタック、よくある。振りがでかい。あ、いいね。
空中もあるんだ。あーなるほど。正確さ。どうなってんだよ。昔の iPod みたいな。見なかったことにしよう。俺の勘違いじゃなきゃ。1、胸にミュージックプレイヤー、絶対に何かの間違いだよな。2、プレイヤーでロボットアームが起動する。3、ビートと何もかもビートとシンクするようになる。それでただこのひたすらに演出にセンスしかないな。曲が流れ始めるとセンスとセンスとセンスの融合、まるでステージにいるみたいだ。上げていこうぜ。チャイゴ登場。こいつのアタックはミュージックとシンクロするんだ。見てみたいよな。まずはワンビートで繰り出すライトアタック、つなげればコンボになるぞ。チャイ早速頼むぜ。オーケー、次はビートによってコンボを決めろ。パーフェクトのタイミングはこんな感じだ。どこか。イエス。アタックがビートからずれることはない。だが完璧なタイミングでアタックボタンを押せばボーナススコアがもらえるぞ。オーケー、いい感じだ。 Go to next。 おお、いいね。すげえな、こんなゲームないよな。いいねマジで。ライブハウスちっちゃい。行くぜ。もう名作の感動。お次はガツンとヘビーアタック行ってみようか。こいつはアタック一つに2ビート必要だ。間のビートを聞き逃すなよ。余裕だね。むずすぎそれ。いいね。じゃあビートに乗ってヘビーコンボ行ってみようか。 Go! チェイ！いいね。決まってるぜ。意識しながら無理じゃないか。イエーイ、客は大盛り上がりだ。チェイ！チェイ！チェイ！なんで腕をロボットにしたかがもうずっと気になるんだよ。ジャイ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 、イエーイイエーイ。こいつか。サインしてくれよ。センキュー。おっとやー。あ、これ誰がやったんだろう。不良品だ。俺はただ…じゃあ、行っちゃうよ。排除しろ。
あ、バーリアルもね、インターフェースの各種がビートを刻んで動いている。なるほど。あれ、これすごくね。てか、とっととここを離れようと。ダッシュ。生産部のビッグボスのネット様だ。不良品がこの庭で野放しになってるらしいじゃねえか。いいか、その不良品を見つけたらバキバキに壊してこの道にしてやれ。ダッシュもネット様の庭で不良品があるんだ。この目が黒いうちはおっかねえ。こりゃ逃げるに限るね。そこの君、何か困ってないかな。え、お前な。僕はバンダレイの AI 冷蔵庫 VASF07 型ピエルンって呼ばれてる。なんか緩い名前。君のウェルビーイングを分析、君が満足できるようにサポート。ちょっと苦痛を伴う。おい、苦痛はやだ。君にはミュージカルロボットパワー。僕は君の不良品アビリティを説明したいんだけど、どうやらビートに合わせて攻撃するのが君の課題みたいだね。課題とまでは言わないけど、ビートに合った攻撃は敵へのダメージが増えるんだよ。君にとっていい話だよね。人によってはビートを見つけるのが難しいこともあるよね。攻撃は常にビートと同期している。そしてビートに合った攻撃はいいこと尽くし。攻撃がヒットする瞬間にもう一度攻撃ボタンを押せれば完璧。なるほどな。それでも難しい場合にはリズムアシスト機能を使うと良さそうだね。説明だけだとなんだし、僕でちょっと俺に殴ろ。僕は君のビートを受け止めるよ。じゃあ次はヘビーアタックだ。思った通りだよ。よお、お前いいな。君のことなら何でも見てみる。おいおい、練習したいなら。ギアを集めよう。いやー、なんか爽快感があるな。ありそうで今までなかった。え、さて、これからどうしましょうかね。ねえ、大丈夫？仲間。あの子を助けてくれてありがとう。助けはいる？お、ラッキー。こっから出たいんだけど。それならなんとかできそうだけど、お願い。ねえ、大声で会話するの疲れんだけど、なんとかなんない？いいわ。アクセスパネルにハッキングした。スイッチを押してこっちに来て。ったくよ。アームストロングプロジェクトでクールなロボットアームがもらえるって言うから来たのに、なんで追われてんの。
さっきのバトル見てたよ。どっちがすごく得意に君の個人情報を分析したビートに合わせてどっちすると3回まで連続どっちできて、おまけに遠くのアイテムも引き寄せるんだ。さらに空中どっちはバトルだけじゃなく普通のジャンプでは届かない場所に行くときにも使えるんだよね。そして君は今どっちからライトアタック、ヘビーアタックで繋げられるはずだって考えてるね。いや全然考えてなかったけど。遠慮しなくていいよ。どう？よし。そのいちょっと失敗だね。分かってると思うけど。やったね。素晴らしいよ。そうとか。猫助けてやったろ。手を貸してくれるんだよね。あれもしかしてこれって失敗かな。よく逃げてきたわね。ここよ。あれ、じゃさっさと行こっか。あさっき戦ってたよね。私とチーム組んで助け合わない。あてっきり周りはセキュリティだらけ。助けてあげるよ。待てちょい待ち。おいおいおい、さっきのお前だったの、その猫。違う、この子は八百屋。猫だけど私が作ったの。聞いて、響き。あのさ、確かにミュージックロボットアームの威力はすごいけど、でもさ、一人の方がいいかも。ちょっと聞いて、バンダレは何か企んでる。だからサンキュー。でも結構表情めっちゃいい。どうした？今の感じた。今のビート、すごいことが起きてる。待ってたぜ。そいつはお友達か。なんサンキューヤオヤ、新しいスキルビートヒットのお披露目だ。こいつはコンボのラストを決めるボーナスアタック。コンボの最後タイミングサークルに合わせてどれでもいいから攻撃ボタンを押すんだ。このは試しだ。やってみよう。もっとやれるだろ。四角ボタンいいの。もっとやれるだろ。何書くか。決めてるね、プロだね。ビートヒットをクールに決めるにはカウントダウンをよく聞いて2つのサークルが重なる瞬間を狙うんだ。今度はヘビーコンボでビートヒット。好きなタイミングで始めていいぜ。なるほど、これ超いいじゃん。ビートヒットはダメージを稼ぐ上で重要だ。ビートを感じる、そのフィーリングを忘れるな。ビートを感じる。やおやだっけ。なんか俺らいい感じじゃん。なあさっきの件考え直してやってもいいけど、ちょっとこの猫借りるよ。は？なんでよ。俺に協力してくれるんだろ。大丈夫、こっから出たら返すって。もう後で絶対返しなさいよ。
ですよ。それは新しい友達かな。それよりビッツすげえな。ビートヒットを発動できれば、君が音楽好きならカウントを聞いてそれに攻撃を合わせられるかな。そうじゃなくてもタイミングサークルが重なる瞬間を狙え。それでもダメならビートヒットが発動するまでコンボの要領で攻撃ボタンをビートに合わせて押すんだ。ビートヒットは必要になる。まずはライトコンボから行こうか。君ならできるはずだよ。次はヘビーコンボ挑戦だね。君の輝きを見せてくれ。すごいパワーだね。もっとやりたい。特集これいるやつやな。そういうパターンもあるよ。おー、あ、これいいね、今のジャンプパッケージのイラストのやつ。いいですね。さっきので全部みたいね。そんなに悪い状況じゃないかも。オッケー、今のどうやってやったか後で聞かせて。説明不能。お前の番だよ。どこか知らないけど逃げなきゃ。ここは生産部、外に出るには QA センターを通らなきゃ。見える？建物が多すぎる。どれかわかんないよ。建物に QA センターって書いてあるんだけど。あー、そっか、あれね。でもあそこを通ると相手が待ち伏せしてるかも。外に出られるんだよね。レッツゴー。レスコア目指せ。バトルスコアね。自信だけじゃここを出られないわよ。シンプルイズベストってやつ？はあ？今はそうじゃないでしょ。狙われてるんだから相手の裏をかく作戦が必要なの。じゃあ裏をかいて正面突破で。バカなの？それは裏の裏で表なのよ。行きたいな。生身のケール社長だったんだって。生身じゃないお前がよく言うよ。マジでここにいるってことは俺あの有名会ってねえだろ。
緒に釣る。これだ。これなんだ。いるやつだな。当たれんのか。近道？いや、こっちから行った方がいいな、多分。オン。業務連絡。アームストロングプロジェクト追加工程繁栄のため新たな予備を追加しました。なお追加された予備は就労義務が発生します。ご了承ください。いやあ、すごい奇遇だ。僕、気づいたんだよね。このそれ、リズムを取るには周りを見ればいいんだよね。周りで僕もみんなビートを刻んで、これ、若い人たちが言うゾーンに入る。そうか。ああ、伝え忘れた。大事。周りがビートを刻んでいるって言ったけど、それはバンダリーのロボットたちも同じなんだ。録画データによると、バンダリーのセキュリティたちは君と同じようにビートに合わせて動いてるみたい。つまり、敵の動きを観察すれば、どのビートで攻撃してくるか、正確に知ることができるんだよね。ビートに合わせていこ。なるほど。じゃあ、いいのかな。横スクロール。近道見つけたかも。はいはい。いいね、こういうギミック。結構ありがちだけど。ここマジ広いな。キャンパスってより街って感じだ。ラク。世界をリードするテクノロジー企業だからね。自分たちの権力を保持したいのよ。私はその裏に隠れた真実を追っているの。へえ、探偵ごっこ。自分は名前も教えてくれないのに。今さらここまで聞かなかったんだし、後にしましょう。俺はチャイ、よろしく。チャイ？まあいいけど。じゃないやろうな。あぶ。普通にアクションとしてもクオリティが高い。うく。あ、やばい。HP がなくなるんだ。何回でも。ここ近道だらけだな。で、今度は奥に行くと。HP 回復した、HP 回復した。小さすぎるやろ。バッテリーの製造を開始します。赤いレーザーには手を触れないでください。当たり前すぎ。
ちょっと余裕でしょ。こういうことよね。見て、え？なんだったの？八百屋はロボットアームに多量のエネルギーが蓄積されたって言ってる。放出してみたら？どうしようし。爆発するなよ。パワーコード。そう、スペシャルアタックはリバーブビートヒットが命中すると敵はバッテリーを落とすんだ。それでリバーブでもバトルが終わると溜めたエネルギーが消えてしまう。よく言うよな。使わなかったことを。そうじゃ。リカザー！リッカ様の命令だ！破壊するぞ！正確さには定評がある。なんかルートもいっぱいあるんかな。なんか結構自由に。いけてるような気がする。適当に。あれない。どうすんの？上から行くのか。
こういうことか。どうでもいいんだな。うわいかんのかな、これ言っていいのかな、いや絶対違うよね、違う、戻るんか。停電だ。ジェネレーター壊れてんな。直せる？近くに工具とかは？道具？いや、もうちょっといいこと思いついた。ビートは止まらないってな。見つかった！レッカ様、すいませんでした！悪かった、相棒。こんなはずじゃなかったんだ。マジでちゃんとすっからよ！見逃してください！お掃除、真面目にしてる。そうね。すまんかった、正直すまんかった。業務連絡、傷病休暇は希望日の6ヶ月前に承認される必要があります。6ヶ月前、ロボット従業員の傷病休暇は認められておりません。なんかどんどんすごそうです。
タフな敵。ステージ長いよな。ねえ、この文字小さすぎんのかな。どっちから行くの？どっちや？したんだっけ。ああ、この音ゲー超むずいんですけど、リラックスしろっつうけど、ジャストすぐ仕事。アタックとライトアタックの組み合わせコンボにビートヒットってのはどうだい。今ならここで試せるぜ。ヘビーアタックとライトアタックのミックス、リズムは少しトリッキーだが、まあ、両方行ってみようか。あれだね、三角四角みたいな。ステージ長いよな。でもいいな。楽勝だったろ。罠に決まってるでしょ。待ち伏せされてんの。俺は無敵だから関係ないね。なあ、思った通りじゃん。問題ない。いいな、リラックスしろよ。ご紹介します。生産部のボス。え、もう劣化ちゃうの？プロレスラー。やれやれ。ヘイヨー！そこにいたか、燃やし野郎。レッカ様の部下と生産部をコケにしやがって。何よりそう。そう。不良品を出さないレッカ様の気楽は、セキュリティに殺されそうだった。アームストロングプロジェクト使用許諾契約。レッ
例外来てちゃんと読んどけ坊主。不良品はリコール。あーリコール、殺されるってこと。言い方なんてどうだっていい。ちゃ、それはマーケティング部の管轄だ。とにかくバカなお前がフラフラと来てくれて助かったよ。ルッカ様が手を汚さずに済む。言ったよね。ようこそアームストロングプロジェクト品質保証テストへ。品質保証、うちの QA は業界最高峰だ。ヘイヨー。うわっ、うあ、曲名なんだ、あれ出てんの。てか不良品は大歓迎だ。そりゃよかった。不良品はマジでうまい。おお、そりゃよくない。QA検査レベル100万ラスボスみたいになってます。やっとこれでボスキャラなんだ。ノリノリで行っちゃう。かかってこい。シャイ、あいつの両手は検査用で特に脆いみたい。変な言い方するね。まあいいけどさ。今よ、あいつの手を攻撃して。このマシンの出番が来たぜ。今宵避けてみろ。あ、えいっけ。変身とか。これも受けれんのな。違うか。やあ、じゃ。
て。どんな曲も終わる。いいね、演出もいい。おしゃれや。こういうところもなんか長くないか1ステージ。めっちゃ長いやん。クリアタイムやばいな。1時間って。これはやばいな。肌水が出てきた。うわお、今の見た。まあね、でも今度は黙ってついてきて。マジでここ出なきゃ。今回は文句言わないで。はいはい、わかったよ。まさか怖いの？え、別に、うん、ちょっと暗いけど。でも雲なんかいたりしないよね。それかロボット雲とか。お願い、ロボット雲がいませんように。この本体がいる。この中。ハロー、猫ロボット。お、アシカロボット。あら、こんな感じだったのね。いいキャラでさ。スネアトラップ。お前何？アニメのキャラ？これがすごいパワーの原因。あたしはペパーミント。待った、その声お前が猫？八百屋はあたしの目と耳なの。でもあんたを好きになったみたいね。いや、キャラデザもいいよな。またやめて、猫は返すから。寝てないで立って、さっさと仕事するよ。あ、で、八百屋じゃなくて、お前言ったよな、助けてくれるって。ええ、でもその前にスペクトラの調査を手伝ってもらう。それ何か知らないんだけど。内部告発レベルだから、知っていたら大事よ。そうなの？まあね、私たちはそれを暴こうとしてる。チームは小さいけど。チームってお前とその猫だけ？
でかく言いすぎだろ。そういえばロックスターだっけ？あんたはギター弾けるの？え、それはそのまあ。はい、口だけやろうね。いい、ここは通路とリフトと行き止まりだらけの迷宮よ。しかもセキュリティは万全。一人で脱出するのは無理ね。いやいや、ここまで俺一人で結構いけて。いけてないでしょ、私なしじゃ。もしちゃんと手伝ってくれたらこの島から逃がしてあげる。どう？しゃあね、手伝ってやるよ。決まりね。ようこそアジトへ。インタラクトポイント、ソファーに座れば OK だ。はあ、これがアジトね。まあさっき一人増えたけどね。そのソファー使っていいわよ。俺ってば。ああそうだ、私があんたのアップグレード手伝えるかも。鏡にアクセスしてください。隙あり。なんだこれ、あれか、読んだやつか。 Vlog で Hall of Fame。 あ、もらえるな、報酬が。赤身、これは1周年記念の。おー、八百屋も買えれるんだ、インナー。ハイファイラッシュ。Z シールド T シャツ、チーム T シャツ、シャドウドロップ、これでいい。オリジナルしかない。スカーフ、髪型、ギターも変えれるんだ。フライングV、かっこええ。どこで手に入れるんですかね、課金か。私はバンダレーのエンジニアってわけじゃないけど、ギアがあればもっとあんたを強くできるかもね。強くする？特設ショップを用意したの。お、ここでは新しいアタックが習得できる。購入するだけよ。ここでは新しいスペシャルアタックが習得できるの。ものによって必要なリバーブゲージの数が変わってくるから、買う前に忘れず確認してね。あとスペシャルアタックは装備が必要。忘れると使えないから注意して。ピックミーアップ。スロットに好きなスペシャルアタックを装備すれば、それで準備 OK。 うーん、最後にここではアップグレードの購入が可能よ。これはアイディアはあるんだけど、まだそうね、準備中って感じかな。ギアだけでそれ全部やれんの？見くびらないで、私はあんたの想像よりできますから。ならお手並みを拝見しますか。購入できるんだ。ピックミーアップ、ピック投げるやつでしょうか。回復、高っ。結構これ買わないかんのか。
コンプレッサースラブ、これ良さそうだな。いるんかな、こんなん。セーブどうすんのこれ。俺が思うに。やばい、なんかとんでもねえことに巻き込まれたのかも。まあ、あ、飛ばしちゃった。待てよ、ミュージックプレイヤーが胸の中にあるってことはもう曲が追加できないのか。マジか。俺は猫派じゃねえけど、こりゃいい、ね、かわいいな。ちょっと待って、ちょっと待って、デリバリーってた、行くか。オーケー、こっちはいつでも行けるぜ、ペーパーミント。そうね。ミッションリポート。スペクトラ計画は言った通りトップシークレット。その情報を知ってるのは上層部。な、結構あるな。何心配してんの？スペクトラってなんかやばいの？内部の人間から情報をもらったの。あ、そう、まあいいけど。とにかくこれから生産部に戻らなきゃいけない。私のスキルとあんたのパワーで生産部のボスのオフィスに侵入する。これが劣化。運が良ければあんたが散らかした QA センターの片付け中だから、彼女のコンピューターからスペクトラのファイルを盗んで戻る。へえ、聞いてなかったけど楽勝そうだね。よかった。行ってる間八百屋であんたのマシンと同期する。新しい技を見つけたかも。え、お前は来ないの？めっちゃ危険なミッションに行くわけないじゃん。あんたに任せる。オッケー。え、またそれってつまり、ふっ、あちゃチャイ様三十。誰に話してんの？レッカのオフィスへ行くよ、うん、すぐそこだから。うん、すっごく高いじゃん。生産部のメインビルを抜けていくの。私が案内する。目立たないようにして。じゃあ八百屋楽しんでこうぜ。これ引っかかりそうだな、音楽たぶん絶対引っかかりそうだな。このサントラ絶対売りたいよな、このゲーム。からドリンク、自販機をいい感じに。いけるんかい、いけるんかい。ハンドリフトあるよ。の、消えるじゃん。それと、誰だっけ、
バンダレイの前の社長の。はロクサンド・バンダレイ、ね、本気で言ってる？彼女がバンダレイの創業者なのになんで知らないのよ。なんだよそんな怒ることか。そこが一番大事なのよ。多分最初はいい人たちだったんだろうな、組織も。気づいたら乗っ取られてこうなっちゃったって。来やがれ。目立つなって言ったでしょ。ちょっとは楽しもうよ。それにレッカに見つからなきゃ。チェッ、レッカ様、例の不良品がこのビルで見つかったぞ。いいか不良品、セキュリティから逃げ切ってみた。次はあたしだ。バラバラにしてやる。あら、熱烈な歓迎ね。レッカはいないって言ったよな。よかったわね、楽しめそうじゃない。今のところ景色が一緒に見えちゃうからな。こっちで近道とかあるのかな。行けそうだけど、あの強制的に無理やり登っていけば、なんか運転するかな、ショートカット。知れないけど、ここはジャンプじゃ届かない。どうすりゃいいの？八百屋から届いた情報だと、あんたの腕、マグネットでしょ？あそこのポイントに引っ掛けられるんじゃない？イッホー！超気持ちいいな、これ。
通達によりミュージカルファイターを見つけろと。ミュージカルファイター、じゃあいい。マグネットは敵に引っ掛けて距離を詰めることもできる。道がありそう。またまた会ったね。そっか、君のマグネットバンダで一気に敵に近づきたい。そんな時はマグネットだよ。あと敵を空中に打ち上げた時もマグネットで瞬時。とても画期的な技術だよね。おい、この腕はとてもそうは見え。どっちから来たんだっけ？
い。お、なんでここにいんの？私の助けが必要かもと思ってね。このタイプの端末をハックしたから、これでアップグレード可能よ。いいね。なんか買うか。いやー、俺買っていいかな。とりあえずこの辺買っとくか。ミントさ、そのスペクトラムだっけ？それ何？スペクトラ、情報筋から送られてきたコードは AI を暗示してるわ。そしてそれは全てのアームストロングプロジェクトの製品に搭載されているみたい。で、それが何か問題なの？情報筋は前のバンダレーなら秘密裏に計画を進めるなんてありえないって。つまり超怪しい。は？そんな裏サイトの垂れ込み信じて俺をこき使ってんの？信頼できるわ。バンダレーよりお前の方が怪しいんだけど。もうちゃいいから。そうだな、もういい。これが終われば俺に関係ねえことだし。そこで俺がレッカ様に生産お前の花で面白そうじゃん。Ah!
当たり前のことを言うようですが、使用中のプレス機の下は歩かないでください。わざわざ言う必要ある？落ちそうになってきた。どこでこれって遊び方、セーブの仕方がない。よっしゃー、ちゃんと待ってっから。オッケー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 、テイク2。セーブデータ2になっちゃってるやん。よっしゃー、よし終わるかー、眠たい。というわけで皆さん、今回はいや意外とまあ評判通りの面白さというか、綺麗なゲームよね、本当にいいゲーム。というわけで皆さん、またね見てください。あと登録とフォローとかもよろしくお願いします。というわけで。